はい、どうも皆さん、はじめまして、またはこんにちは、こんばんは、おはようございます。かなごとかなめのです。さて、今回もまた引き続きですね、ゲスト2人に来ていただきました。どうぞ。はい、のめです。はい、のっぺです。のっぺでは、さて、そうですね、今回は帰ってきた不二雄編ということで、再会ついたかね、再会を生き延びた男。まあ、前作では水一つでかなりね、ハッスルしていただきました。この超人藤尾です。はい。多分最強。最強だよね。でも今回はね、多分弱いですよ。足引きずってるしね。これ多分水じゃ生き延びられないんだろうね。残念。さあ、そうですね。ここでお伝えすることがありまして、メノーさんがね、実は引き続き実況を撮っているので、もう疲れたということで、今回は男性プレイヤーなんですが、私がしたいと思います。だからもうね、藤は女だと思ってください。キモい藤子これいいですよ、藤子これダメですよ。さあ、では藤をやっていきたいと思います。帰ってきた藤尾編、結局はあそこに残ってたんやろな、会社に。多分な。あ、やっぱおるな。避難戦でいいのかい？ダメだな。この線はなさそうだ。ん？何かが足りないんだ。何が足りないんだ。どうしてもわからないのは彼の動機だ。なぜこんなこと。もう一度最初から考え直してみよう。この人もやっぱ田辺知事を疑ってるのかな。おお。バールコンパス、懐かしいな。バール懐かしい。ものすごいな、役に立ったしな。あー、これぐらいの速度やのね。まあまあまあ、いけるか。回路か、これは。返して回路。よく紙詰まりを起こすコピー機だ。相当に酷使されてるからな。かわいそうに。情報を書き出して整理してみるのもいいが、今はまず資料を探す方が先決だ。資料なんかあるん？あ、資料室かな。またあるんじゃない？あっちか？資料をまとめたファイルが並んでいる。彼の動機につながるような記事はないな。昔の記事は資料室に保管しているはずだが。こっちか。あ、もうついてるわ、矢印が。わかりやすい。なあ、さっきめっちゃわかりにくかったのよ。ポート新聞。ポート新聞、1980年12月15日月曜日、年間医学賞に田辺総一郎氏。今年発表された医学研究の中で、最も医学の進歩に貢献した人に与えられる年間医学賞に富坂市の田辺総一郎さんが選出された。田辺さんは旧奥富村の出身で、現在は市内にある田辺病院の院長をしている。田辺の動機に関する情報、田辺知事は奥富村出身を手に入れた。奥富か？奥富やと思う。この辺はなんか、ん、この人も思い出つなぐるやつか。思い出というか、思い出すじゃないけど、うん、週刊フォート週刊フォートフォート1970年1月12日号。奥富村の山火事は本当にあったのか。さらに12月25日富坂市の北にある奥富村が山火事の被害に遭い、村人
ピンが死亡するという痛ましい事件があった。しかしこれは政府の発表に過ぎない。本市記者の調べによると、奥富村では山火事の直前に原因不明の疫病が流行していたという。この対応に苦慮した政府は奥富村を隔離し、疫病が沈静化するのは待つという手段を取った。ありえへんよな、ほんま。しかし再び村に入った時には全滅状態になっており、政府は証拠隠滅のため村に火をかけたという。うん、ほう。ああ、これで解き明かせんねんな。よこす。あ、こうさ、竹鼻子みたいな。おお、おお。何？バツバツバツ。あ、バツ。あ、間違え、いや、間違えたな。間違えたな。あ、あれ。それそこ、今のとこで。下のやつ1個上で、うん、あれ違う、違う、あ、でも、あ、で、え、真ん中と上をくるっと、これ、そうそう、で、右を上にして、来たー、あー、来たー、来た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 、あー、オッケー、長かった、あー、はいよ、ナイス、そうか、田辺知事は。田辺知事は新富製薬の実質的なオーナーだった。また彼は知事の立場を利用し、新富製薬を優遇していた。そこで彼は殺人ウイルス、疫病開発、その動機は故郷の奥の村は村を滅ぼした政府と富坂氏に復讐をするためなのでは。ナイス、藤尾。おっしゃ、藤尾行こう。ひょっとして、そうか。うお、びっくりした。病気になったんや思った。まあ、気づいたん？うまく町から出られたんだろうか。あんたも出ないな。そろそろ町を出るか。おっしゃ、行こう。ああ、食べ物は食べなあかんねやろな。どっちや、こっちか。あら、階段いけるかな。まあ、いけるんちゃう。いけるかな。あ、自動で降りてくれたわ。あー、水が。少し考えすぎてしまったな。少しじゃねえよ。ここまで浸水が進んでいるのか。この足で行けます。おお、すごいすごい。頑張れ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 。藤尾、藤尾、私さあ、階段行けるか。なんとなく階段。すげえ、めっちゃ早い。1、2、3、散歩で行ってる。どんだけ足長いの。なあ。なんてやつや。やっぱ最強説はまだまだ続くな。あら、コンパス。蛇口。いや、大名詞ですな。そうっすね。ほんまやな、前作やな。なるほどな。なんやねん。お前ほんま、だからそういう突発的なもんやめろっちゅう。結構心臓私、弱いぞ。何？おー、すげえ、待って待って待って、何来てんねん。おい、クリスマス。なんか建物入りたいな。まあ、ええか。何これ。え、これ何？血？え？トマトジュース。ああ、追ってみよう。血流すやつ、血流すやつ。あ、もうええっちゅうな、お前誰や。
おい、なんて書いてあった。わからん、戦う。ちょ、待って待って、もうバカ野郎、バカ野郎。おい、メディアタワーか。ん？血どこに続いてる？あ、もう切れたで。あ、切れた。あ、でもこっちやな。血流すやつ言うて、あと一人、新富製薬言うたら、なんて名前やった？ネギシ。ああ。ネギシか。いや、でもあいつ避難したんだ。あ、水来た。やばいな。死あったってことは、でもこっちで追ってる気がするね。あれじゃね、あった水が。ああ、こんなんか。まさかネギシ処刑されちゃった。あ、違う。あ、違う。限界まで頑張ろう。ほとんど回路ないし。すごいな、この足でこんだけ歩けんなんて。足なんて大変やったぞ、松葉って。おお、やべえ、水が。頑張れ頑張れ。やっべえ、おっせえ。頑張れ頑張れ。メリークリスマスや。いや、関係ないやろ。いや、関係あるやろ。あの、なんて名前やったっけ。歪んだらやるわ。なんて名前やったっけ、あの人。篠宮さんやっけ、名前。篠宮さんが待ってるぞ。多分。回路が全く落ちてへんしな。お？さあ、そろそろやな。1個しかないんやよな。大丈夫かな。あ、なんか落ちとるわ。カイロか？カイロやってくれ。あ、カイロや。カイロやな。女神や。カイロ女神。カイロ女神。これはもう落とした人に感謝するしかない。なあ。なあ、どんだけ落とすんやろな。水上がってんぞ。頑張れ頑張れ。どこにも見当たらへんのよね、ストーブなりなんなり。つけてやったら誰か。うわ。うわ。もうえっちゅうねん。確かに。ちょ、待って待って、お願いお願いお願い。いけるいける、頑張れ頑張れ。よしよしよし。その足でいけた。あ、足悪いん、反対側か。今音鳴る。あれ、足悪いん、どっち。何が右。うん、そう。でも右足やんな。こいつ右足で踏んだ。階段は早いんやから。早いな。まあ、めっちゃ早いな。こっちや。おお。カイロか。カイロ使っちゃえば早くした方がいい。少なすぎねって。カイロの罠にはまってしまった。大丈夫かな、間に合わん気がする。おっと、やべえ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 べ。
この子、これやからな。不二雄も一般人になってしまったか。成り下がってしまったのか。不二雄頑張れよなあ、撃たれたん手やねんってさ。手元気やのにな。強すぎて、前の主人公が強すぎたからハンデ与えようってきたから何を返してんの。帰ろ帰ろ、何やあれやん、あれ帰るやろ。綺麗だ、コンパスじゃないか、あれ。ええ、コンパスやって泣くよ、私泣くよ。残念、ニセカートン。くそ、カートンがわからない。くそ、ニセカートン。め、花折るとボケ。そっち。あ、なんか落ちてくれてる。これは救急セットじゃないか。こっち。なあ、藤尾に厳しすぎやんな、ハンデ与えてるくせによ。これぐらいやらないとダメってか。なんてやつらだ。やつら。これやんねやったら回路使っちまうか。え？え？あ、当てる当てる当てる。使っちまう。まだいいんじゃん。まだいい？まだいい。そうそう。まだ赤いから。回路当ててやろう。回路どこに貼ってんやろな。腰？腹。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 私回路せえへんからな、つけへんからな。寒さには強いて。おぉ、あ、使えば。ちょっと待って、おい、オッケーオッケー。どっちやろ、どっちか、こっち、やば、こっち、こっちか、わからん。まあええや。あー、でもあっちに階段あるし、合ってるんちゃう。ちょっと使えば。遅い遅い。し、頑張れ頑張れ、もうすぐだ。てか、不二雄危機感なさすぎやろ、もうちょっと急ぐとかさ。でもやっぱ、体大事じゃん。いや、そういう命の方が大事じゃん。頑張れ、うじお前、前作では超人やったんやと。水な、水だけで生き延びたんやと。まあ、せやけどな、罰使ってきた。あ、あとこっちか。ん？向こうか、向こうやな。え、こっち？ほら、音があると鼻歌当たってます。頑張れ頑張れ。いっぱい登ったら最後かな。なんか嫌な、あ、ベンチか、よかった、看板に見えた。また転がってくるのか。な、また転がってくるのか。いや、足というよりな、もう全身。え、抜けへんの抜けへんの、バカじゃねえのお前。上がれよ、あれか、あれ船に乗り乗るじゃん。いけるか、ふぅ、飛んだぞ。足大丈夫なんちゃん、ほんまは。おふぅす、バカ野郎君、お前誰や、なんて名前やったっけ。ジオ君。ジオ、おいお前、鼻もぐずもがるね、まあいいわ。鼻もぐぞ。よしよしよし、頑張れ頑張れ、藤尾。藤尾頑張れって。おっと、やんだ。よしよしよし、オッケーオッケー。
こっちやな。使っとく？まあ救急セットあるしな。いざとなれば。な。おっと。嫌な予感しかしないだろうよ。ちょっと待ってな。うん。手やるわ。なんか危険な気がする。あれまだできへんのか。危険な予感しかせえへんのだが、このし静かな雰囲気。テスティの近くおるわ。怖いな。危ねえ、いつ来るか言われて今でしょ言いそうなった。やめろ。今来られたら死ぬやんか、不条でも。おっとっとっと、ほらほらほら来た。よし、行こう行こう。多分これで行くで正解だと思うんだけど、ちゃうかな。入れてるうちはそれでいいんじゃん。入れてちゃえか。でもやばいぞ、この遅さ。やばいな、めっちゃ遅いな。おっせ、なめくじか、お前は。じゃあ話してみれば歩ける。あかんな、歩かれへんわ。戻んのやべえ、これは。これはちょっとイライラするかも。イライラはせんけど。めっちゃ遅いな。あ、しゃあないか。頑張れ、藤尾。やばいな。落ちてる、これ。めっちゃ落ちてへん。これで間に合う？ナイスな。頑張れ、藤尾。あれ、ベンチも動かされる程度やからな。これで正解なんだろうよ。落ちた、落ちた。終わりか？かな。まあちょっと途切れてるだけな気がする。頑張れ頑張れ藤尾。おお、オッケー。あ、お、違う。違う。なんだろ、ちょっと。あ、おった。ファイヤー。あれは誰だ。やっぱりあいつか。なんて言うんやっけ。ネギシ。ネギシか。やばいね。大丈夫かお前。ネギシや。そこの兄さん。あと兄さんって誰か。すまないが、これを持って行ってくれ。ああ、大切なやつやな。このディスクがあれば、今街で蔓延しているウイルスを撲滅できるんだ。おお、凶悪なウイルスだ。だがこのディスクを公開できれば、あんたは世界の救世主だ。救世主となる。違う、あんたしかいないんだ。分かった、任せてくれ。どうして俺が出たな。俺が。あ、分かったよな。分かった、任せてくれ。おう、物分かりが良くて助かるよ。頼んだぜ。大丈夫かお前。肺を出血やな。じゃあ先に。垂れたんかな。俺はもう少し休んでいくよ。死亡フラグ。いや、血管が見えた時点で死亡フラグ。もう立っとったから。ティータディスク。しかし兄さん、その足でよくここまで登ってきたな。兄さんなら大丈夫だと思うが、念のためだ。これも持っていけ。ありがとう。さすがや。あんたは先に行ってくれ。俺はもうしばらく休んでから行くよ。っていうことはもう会社の奴らは全員死ぬことになる。一応セーブしとこう。
旦聞きましょうか。一旦聞きたいと思います。